ということで、第100回箱根駅伝見事総合優勝を果たしたのが青山学院大学です。おめでとうございます。なんとですね、大会新記録で圧倒的な力を見せつけて総合優勝を勝ち取りました。まあ、あれだけ駒澤大学が強いと言われてました。三冠間違いないだろうと言われていました。過去最強オーダーを組んできた駒澤大学に結果6分差をつけて青山学院大学が大会新記録で総合優勝で、さらに青学は往路新記録で往路優勝で、復路単体でも復路優勝を果たし総合優勝、まさに往路も取って復路も取って総合優勝、いわゆる完全優勝を果たしたということになります。で、青山学院大学のまあ強さは勢いに乗った時のやっぱ強さっていうラップカイチ、これは今年に限らず、まあここ数年ずっと言われていたことなわけですよ。まあ乗ったら誰にも止められないと、まあ注目されるというかフューチャーされたら、まあ止められないのが青山学院大学で、駒澤大学の強さっていうのは、まあどんな時どんな状況でもみんながしっかり走り切れる、まあブレーキがないっていうのが、まあ駒澤大学の魅力だったんですが、まあそれを大きく上回る、まあ勢いでね、まあ勝ち取った総合優勝という形になります。で、確かに往路新記録で、まあ、優勝青学が取りました。で、駒澤大学に2分30秒差をつけたので、まあ、相当アドバンテージがあると言われていましたが、それでも駒澤大学の復路のメンバーって本当に豪華なわけですよ。で、特に6区が強いって言われていたので、6区で青学との差が詰まれば7区以降どうなるかわからない。で、過去の箱根駅伝でもやっぱ大逆転ってこういっぱいあったわけですから、青学としても相当プレッシャーがあったわけですよ。それでもそのプレッシャーを跳ねのけて逆に先頭で走り切るっていう気持ちよさの勢いに乗って、まあ6区差を詰められることなく逆に6区から引き離して、まあ初箱根駅伝の野村選手、僕の中でちょっと不安があったんですけども、そんな不安一切なかったですね。もうスタート瞬間、あ、これはいけるわっていうぐらい、野村選手はやっぱロックのスペシャリストと言っても過言ではないぐらい、まあ勢いに乗った走り方がね、まあ違いました。で、7区以降も、まあこう乗った勢いだっていう感じの走り方をしました。で、どの区間も復路、最初の5キロとか10キロを区間新記録ペースでドカンって青学っていけてるんですよ。これがどれだけすごいことか。まあ20キロ以上区間がある中で、5キロとか10キロ区間新記録ペースで突っ込むって相当後半不安が残りますよ。まあ15キロ時点ぐらいで相当苦しくなって、まあ失速頭によぎるわけですよ。で、先頭を走っている、あんだけの差があって先頭を走っている選手の気持ちとしては、一番やってはいけないのは大失速が絶対に許されないわけですよ。まあブレーキとか、まあ、脱水症状とか、まあ、足がつってしまうってなってしまうと、一気に2分とか3分を詰められて、一気に順位がこう変わってしまうわけですよ。それが一番許されないっていう中で、その頭によぎると、なかなか突っ込むってことがやっぱできないわけですよね。ちょっと最初ゆっくり入ろうかな。それで後半ね、ペースを上げればいいかなっていう。それでも、一区間、駒澤大学と20秒ぐらい詰められたとしても、まあ、5区間あるので、こう逆転劇がないわけと。ですが、最初から区間新記録ペースでドカンっていける、まあこの強さですよね。それをやられちゃうと、後続はやっぱ難しいですよ。で、駒澤大学ももう追わなきゃいけない。もう1位じゃなければ2位も3位もこう変わらないっていう思いで臨んでますから、1位以外は一緒って思いなので、まあとにかくこうガッツンって突っ込むわけですよ。でも、駒澤大学も突っ込んでも前との差が縮まらないっていうのが逆に相当プレッシャーになって、まあ後半伸び悩む。で、青山学院大学が最初突っ込めば、後ろの駒澤大学と逆に開いてるよっていう掛け声があれば逆にそれが力になる。まあこれが先頭を走っている強さでもありますし、青山学院大学はそれが好きなんだと、まあここにね注目されるというか、先頭を走っている時の青学って本当に止められないなと。もうね、走ってる選手の顔つきが全然違う。出雲の時と全日本大学駅伝の時と、もう顔つきは全然違う。で、ランニングフォームも本当変わったなっていうぐらい、まあ注目された時の動きが伸びやかにね、走ってるなという感じがします。で、もう全体もね、いいと思ったのが、やっぱ三大駅伝って、出雲駅伝、全日本大学駅伝、箱根駅伝と、まあ三つ大事な駅伝がありますけども、
やっぱ箱根駅伝ってちょっと特別ですし、ここにかける思いが強い大学がある気持ちがちょっとわかりました。で、出雲駒沢が取って、まあ、全日本駒沢が取りました。で、箱根駅伝青学取りましたけども、まあ、三大駅伝で言うと駒大が2つ取ってるわけですよ。まあ、勝ち数で言うと駒大の方が2つ取っているので2勝1敗なんですが、それでもこの1年間どうだったのっていう振り返ると、青学強かったなって印象が残るんですよね。それがやっぱ箱根駅伝、まあそれだけ圧倒的な強さで青学が勝ったっていうのもありますけども、箱根を取ったっていうのがやっぱ一個ね、でかいステータスというか、出雲と全日本を決して捨ててるわけではないんですけども、青学としてはやっぱこの箱根に相当かけてきたんだなって思いがあります。で、出雲の時も今振り返ってみると、まあ、出雲駅伝って、太田選手、今回ね、区間賞大活躍して太田選手を起用していないんです。で、話を聞くと、こう、全日本と箱根に照準を合わせてたっていうような話をちらほら聞くわけです。で、出雲、全日本は捨てたってわけではないけども、箱根駅伝で総合優勝するためっていうことが大前提。そこから逆算しやっていくと、まあ、結果、出雲と全日本はああいう感じになったと。でも、ただ、蓋を開けてみると、まあ、それで良かったのかなという感じをします。まあ、箱根で総合優勝を取るっていうことがどれだけでかいことか。で、駒沢大学はやっぱ3冠を取るっていうのが大きな目標。箱根駅伝だけにかけていたわけじゃなく、出雲も取って、全日本も取って、箱根も取るぞと。で、青学もまあ3冠取るって思いでいたけれども、一番重要なのはやっぱ箱根駅伝だという思いで、箱根駅伝で優勝するっていうことが第一番大事な目標で、プラス出雲と全日本も取れればいいっていう、まあそこの差が箱根に対する思いがちょっと変わったような感じもします。で、出雲って、やっぱね、出雲駅伝優勝するって本当に難しいんですよ。なぜかというと、やっぱ夏って大学生めちゃくちゃ走り込むんですよ。まあ夏合宿を2回か3回こう転々として、月間で1000キロを超えて走ったりもするんです。で、やっぱ箱根駅伝ってハーフマラソンの距離でしっかりね、距離踏んでくまえと、まあ、走りきれない距離なので、まあ、夏合宿で1000キロぐらい走り込んでいくわけですよ。で、夏合宿が終わってすぐのタイミングで出雲駅伝で距離が短いんですよね。まあ、10キロとか前後の距離なので1000キロ走ってきた中で急にキレを出して出雲駅伝に臨むっていうのが本当にやっぱ難しいんですよ。急ピッチ仕上げていけない。だけど、まあ、箱根駅伝に照準を合わせていたのであれば、夏合宿しっかり走り込んで出雲駅伝の時も無理にキレを出すっていうよりかは、その延長線で走り込みながら徐々にスピードのキレを出していっていく。で、出雲はあくまでも通過点で、全日本駅伝ぐらいからちょっとキレを出して、最後11月12月でピリッと出して箱根駅伝合わすっていう戦い方ができるので、まあ3冠狙うのと箱根駅伝だけ1本狙うっていうのはやっぱ調整方法が相当変わってくるという感じがします。で、青山学院大学は層が厚いから、やっぱそういった戦い方ができるんだと思うんですよね。まあ出雲と全日本をまあフルメンバーじゃなくても多少メンバー入れ替えたとしても大動きすることがない。まあ今回の箱根駅伝もメンバーが数に変わったとしてもそんなに大きく順位が変わらない。それがまあ青山学院大学の強さ。まあ全区間箱根駅伝が15区間ぐらいあったら、まあ相当強いっていうのが青山学院大学のまあ魅力の一つなので、まあ層の厚さで言うと青学なので、まあ出雲も全日本もまあその時の最強メンバーフルオーダーじゃなくてもしっかり3番以外に狙ってきて、あくまでも箱根駅伝で優勝するっていうのがまあこの1年間の戦い方ですし、まあ原監督はそれをね狙ってきたんじゃないかなというふうに思います。まあ1区からの流れ、最終的にね素晴らしい走りをねしたんじゃないかなと、まあちょっと長くなりましたけども、最終的にね順位をね見ていきたいなというふうに思います。まあ山学院大学見事ね、まあ総合勝ち取ったということになります。大会新記録で、ね、素晴らしいです。10時間41分ということになります。なので大会新記録2分ちょっとか、まあ、更新ということですね。で、2番手が駒沢大学というふうに伝えていきます。まあ、城西大学も素晴らしいですね。3位に入りました。で、東洋大学も僕もね、今年、まあ、去年も結構苦戦してね、ギリギリシードを取った東洋大学なんですが、今年もね、シード結構難しいんじゃないかなと思いましたけれども、まあ、結果を開けてみると、まあ、4番もね、上がってきました。もう一度ね、まあ、上昇軍団と言われた過去にはね、総合優勝もね、取ってるチームですから、来年以降ね、まあ、楽しみかなという思います。まあ、国学院大学が、まあ、1区ね、一時選手はちょっと出遅れてどうなのかなと思いましたが、やっぱね、自力があるチームなので、最終的には5位までね、上がってきたと。ただね、国学院大学としては納得してないというふうに思っています。まあ、総合優勝は厳しいとはいえ、来年国学院大学は本当に強いんですよ。まあ、今年2年生と3年生がめちゃくちゃ強いので、まあ、来年本気で総合優勝を狙っていて、
て、ただ来年総合優勝を狙うためには今年の箱根駅伝がどういう走りをするかっていうところが重要だったんですが、そう考えるともう一歩ちょっと厳しかったかな。やっぱり青学駒沢大学とちょっと競れる瞬間があれば来年ちょっと見えるなってイメージがあったと思うので、ちょっと悔しい思いがあるんですが、それでも、来年残るメンバーっていうのは本当に強いですし、今年ね箱根駅伝を経験してる選手が来年にも残りますから、楽しみだと思います。来年は本当にね青山学院大学にこうね戦っていけるね、まあ総力ね、なんじゃないかなと思います。そして法政大学ですね。6位ですね。前評判通りね、まあ、強い強いと言われていてね、しっかりね、私の母校ですけどもね、結果を残してくれたかなというふうに思います。以下ね、届いていくんですけども、順位ね、大東文化大学入りました。最後ね、東海大学と大東文化大学のシード権争いでした。まあ、繰り上げスタートがあってね、こう見た目の順位と実際の順位がちょっと入れ替わって、なんとも言えなかった難しいね、見方だったんですけども、まあ、走っている選手もね、やっぱね、わからないよね。こう見た目の順位だったら、やっぱわかりやすいし、前を追っかければ一人を抜けばシードだってわかるんですけども、今回繰り上げスタートがちょっと多かったっていうこともあって、まあ見た目で分かりにくかったんですけども、まあそれでもね、大東文化大学が見事勝ち取って、素晴らしいですね。まあマジックあるんだなというふうに思いました。もう一回11位ですね、ギリギリシード取れなかったのが、まあ東海大学ということになります。まあ結果ね、中央大学もね、まあ前半のね、往路の行きがちょっとね、独占したということもあって、袋もね、巻き返しできなかったと。まあ、7区にね、吉井俊介選手が区間賞を取ってね、もう一回いけるかなと思ったんですが、まあ、結果13位ということになりました。まあ、第100回大会で総合優勝を目指すっていうのが中央大学の夢っていうか目標だったので、まあ、その大会で結果がね、出なかったのは相当ね、悔しいんじゃないかなというふうに思います。はい。そしてね、1から、6からね、ちょっと順番に簡単に見ていきましょうかね。はい。これがね、6区の、区間順位の順番で見せていきます。チームの、通過順位ではなく、区間賞から区間順位の順番でずらーっと流っていきます。今回の6区は本当にレベルが高かったです。で、6区で58分台を目指すっていうのが一つの大きな目標。で、58分を切ってくると、超一流の山下りのスペシャリストとこう言われているわけですよ。なんで本当に区間賞とか区間新記録を狙っていくのであれば、まあ58分切り。ただ、どの大学も59分を切ってくると、あ、強いよねって言われている中で、で今回58分台で走ったのが、8人か8位までが58分で走っているんです。これは相当ね、まあ、レベルが高かったです。で、箱根駅伝の6区ってその年によって走りやすさかどうかって結構あって、気温が低くなると路面が相当凍っちゃうんですよね。で、今年は結構暖かかったので路面が凍ってるってことはなかったんですけども、昔寒い地域だと結構路面がこうツルツル滑って、こう車線の上とかと超滑るんですよ。僕冬であそこ走って試走しみたいなことしたことあるんですけども、むちゃくちゃ滑るんですよ。これをぶっ飛んでいくのは本当に怖いっていうぐらい。なんでツルツル滑りながら走っていくっていうような感じ。昔はねよくねロックで転んでる選手がいたんですけども、今年はそういった選手がなかったので、ラウンド円がねこう凍結してなかったのがね、いい記録がね生まれたね、まあ要因なのかなと思います。そんな中ね、法政大学の武田選手、ロックのスペシャリストと言われている選手ですね、が58分02秒で区間賞を取りました。で、青学でね、野村選手が区間2番に入りました。この走りは相当大きいなと思います。で、僕事前の動画で、ロックが山場だと、山学院大学ロックをしっかり乗り切れれば、駒沢大学に多少差を詰められたとしても、2分以上の差をキープすることができれば、7区以降逃げ切るんじゃないかと。で、7区以降は駒沢大学とメンバーの単体同士で見るとほぼ同等強いと。山学院大学のフルコートと結構いいメンバーが残っていたので、駒沢大学と勝負渡り合えるので、ロックが乗り切れれば。で、駒沢大学って、まあ、ロックのスペシャリストっていうのが木山選手と伊藤選手がいまして、どっちを起用しても、まあ、区間賞区間新候補と言われていたので、ここが山場と言われていた中で、結果ですよ、野村選手が58分14秒で区間2位と。で、話を聞いてると実況の時に言ってたんですけども、去年も山下りの候補と言われていたんですが、まあ、途中、直前ね、怪我をしてしまって、まあ、メンバーから外れてしまったということだったので、まあ、もともとね、下りね、得意な選手だったと。あとは、箱根駅伝、初箱根駅伝っていうことだったので、まあ、プレッシャーがどうなのかなと思ったんですが、まあ、そこはやっぱり、あれですね、注目される強さというか、勢いに乗った時の強さの青山学院大学、出雲をね、まあ、引き継いでるんだなという感じです。もう、スタート瞬間ね、もう勢いも顔つきやっぱ違かったし、もう、走り方、本当に良かったですよね。で、もともと野村選手って、ランニングフォームすごい綺麗ですし、
スピード感あるよね、まあスピードの気になる選手なんですけども、まあ勢いに乗ってね、ガンガン進んでいく走り方なんですが、まあ6区の山下りになった瞬間のキレって本当にすごかった。もうね、ロックに向、山下りに向いてるんだなって走りをしてね、まあ下りになった瞬間ね、まあこれはいけるなというような感じがしました。途中ね、ガッツポーズがね、笑ってる瞬間見ると、まあまだ余裕なんだなっていう感じでね、まあしました。はい。がね、こうついていきます。で、注目されたのは駒澤大学。今回ね、木山選手がエントリーされました。で、木山選手がね、区間12番ということで、ちょっと沈みました。本人はね、区間新記録も狙っていくというような話をしていたんですが、おそらく相当ね、気負ったんだと思います。もう山下りに入るまでの山登りの時点で、相当アップアップしてましたよね。なんで、体がちょっと硬直したのか、気負いすぎて体が動かなかったのか、まあよくあることだと思います。で、今まで駒澤大学って、もう先頭でずっと逃げ切っていて、まあ気持ちよく走るっていうスタンスで来たんですが、まあ急に2分30秒差追っかけなきゃいけないっていう、まあチャレンジャーの気持ちになった時に、やっぱ何か歯車が狂ったというか、まさか木山選手も本来の力を発揮しなかったのかなという感じがします。もう本来であればね、もっとね、山登りガツンと行って山下りになってからもね、行ける完勝候補だったんですけども、そこはね、ちょっと気負ったのかなと、もう藤田監督も言ってましたけども、少しね、力が入りすぎたかなという感じでした。まあそうなってくると、ロックで差が開いてしまうと、結局この一区間で1分以上引かれてるわけですね。1分40秒か離れてるので、こうなったらもう天学院大学はウキウキですよ。ロックが怪しいと。で、原監督も、ロックで2分差あればいけると。で、もともと往路終わり時点で2分38秒差があったので、原監督としても30秒詰められるのは予想の範囲だったっていうことだと思うんです。まあ、ロック終わった時点で2分あれば逃げ切ると言っていたので、まあ、ロックは詰められる覚悟でいたんですけども、沼村選手の活躍によってね、引き離したということになります。まあ、素晴らしいね、走りだったなと思います。沼村選手、ちょっとね、ファンになっちゃったな。まあ、もともとファンだったんですけどね。はい。来年もね、楽しみです。まだ野村先生3年生ですからね、来年もね、走る、ね、可能性があると、楽しみにしたいなと思います。そしてね、7区になります。7区のね、区間オーダーということになります。浜学院大学はね、予定通り、予想通りね、山内選手がエントリーされました。浜学院大学はやっぱ7区に結構、注目してるというか、7区が強い時の青学って多分強いんですよね。まあそんな印象にあります。で、もともと箱根駅伝って、まあ、つなぎ区間っていうのがあるといい、ないといえばもうないんですよね。順位集めないと勝てないんですけども、それでも、まあ、つなぎ区間って言われてるのが、まあ、袋の、まあ、7区と8区、まあ、7区ですよね。まあ、8区は、こう、後半に遊行寺っていうね、厳しい坂があるので、かなりね、強い選手じゃないと、まあ、登りきれない。で、9区は距離が長いので、まあ、エース区。で、10区はラスト勝負なので、スパートなる、ある程度強い選手だと勝ちきれないってこともあると、まあ、7区は唯一のつなぎ区間って言われているんです。ですが、天学院大学は、この7区に、いい選手を置ける。その時は本当に強くて、どの大学もこの7区に結構ね、まあ注目したりするんですけども、そんな中、山学院大学は今一番絶好調の山内選手を起用してくるんですよ。出雲、全日本と大活躍。で、山内選手って、まあもともとトラックの1500メートルのスピードランナーなんですよ。で、20キロの距離に不安があるんですけども、それでも、まあこの三大駅伝の走りを見る限り、今一番勢いがある。まあ直近の5000メートルでもいい記録出しましたし、青学で今一番強いと言われてる山内選手を7区に起用できると、まあこれができた時点で青学やっぱ強いですよね。原監督としてもまあ自信を持ってね、ここにね投入したんじゃないかなと思っています。で、区間もね3番なんですけども、最初からしっかり突っ込んでね走ったのというとなります。タイムが1時間2分46秒。まあ、決してね、遅いタイムではないと思います。それ以上に吉井俊介選手と帝京のね、小野選手が早かったということだというふうに思うので、まあ、本来であればね、まあ、区間賞取れるぐらいのね、走りかなと思ってます。まあ、ここでね、区間賞取ったのが吉井俊介選手ですね。相当喜んでましたね。区間賞取った時に。もう中央大学がね、優勝候補と言われていて、ただ、往路で出遅れて、6区も、区間5番か、思いのかね、詰め切れなかったということで、その中ね、まあ、吉井俊介選手が単体でもね、しっかり走り切ったということが大きいですね。まあ、個人としては、相当嬉しいですし、次につながるね、走りができたんじゃないかな、というふうに思います。そして、駒澤大学、安原選手ですね、7区のスペシャリストと、こう言われていますけども、まあ、区間4番になりました。まあ、本来ね、ここで区間賞を取れる、力があると思います。で、ただこれが逆に、青山学院大学との逆パターンだったら、もう区間賞なんですよ。まあ、これが起点っていうか、
まあ勢いというかそんな流れだと思います。もう山内選手と安原選手とそんなに力は変わんないですし、この差っていうのは先頭走ったかどうかの差だと思います。で、安原選手も最初ガツンって突っ込んで、それでも前との差がつまんないと。で、途中沿道とかマネージャーから前の男とのタイム差って言われるんですよ。それが開いてるぞと言われた瞬間、まあひるむってほどはないんですけども、やっぱり勢いはちょっと落ちますよね。こんだけ必死になって追っかけて相当自分も苦しいと思っている中で差が開いているのかと、これが30秒詰まったぞというなってくると一気に追っかけられるんですけども、まあ山内選手がそれをさせなかったということのね、青学の強さですね。だからこそやっぱ先頭を走っている時でも突っ込んだ方がいいっていうのがこういうことですよね。まあ最初の5キロドカンって突っ込むことによって後ろを追っかける側も差が開いてしまったということで、まあプレッシャープレッシャーを与えることができる、前が見えない、見えないプレッシャーを与えることができるっていうので、まあそういった走りができるのがね、まあ強さかなというふうに思います。はい、以上ね、こんな感じになります。僕7区ってやっぱ他の大学もね、結構いい選手を起用してきますよね。はい。東京、農大のね、前田選手、スーパールーキーと言って、前田選手もね、7区に投入されてました。まあ、本調子じゃないと言ってました。直近でなんか腰を痛めてしまったので、大丈夫かなっていうことを言ったんですけども、まあ、なんかね、走り行きました。区間はね、まあ、13番ということでね、本来の力ね、発揮できなかったとは思うんですけども、まだ1年生ですしね、来年楽しみにしたいなと思います。そして、東海大学のエースのね、石原選手もラストイヤーですね、7区を走っているということになります。そしてね、8区行きましょうか。はい。8区、区間賞を取ったのが青学の塩出選手ですね。ここでも区間賞を取ったということになります。もう勢い強いね。赤星選手が1時間4分49秒、塩出選手が1時間4分00秒、49秒開いてるのか。いやー、強いよねー。はい。で、本来僕の予想では、8区にね、田中選手がもともとエントリーされていて、まあ、そのまま起用するんじゃないかと予想しました。で、塩出選手も走ると思ったんですが、塩出選手は、アンカーのね、10区の方に回るんじゃないかってことだったんですが、田中選手が外れて、まあ、塩出選手が走ったということですね。田中選手もね、今シーズンちょっとね、苦しい1年になったなって印象ですね。昨年もね、まあ、大活躍のね、1年だったんですけども、今年は活躍する場がちょっとね、まあ、少なかった。全日本大学駅伝はね、いい走りしたんですけども、まあ、直前で何かトラブルがあったのか、全日本の足を見る限りレギュラーね、勝ち取り強さあったと思うんですけども、まあ、体調不良か怪我かね、まあ、なんかあったのかもしれません。まあ、元々ハックを走る予定だった可能性があるんですが、そこがねエントリー変わったということになります。はい、はい、次ましょうかね。はい、続いて9区いきましょうかね。9区福野のエースということになります。ここでもね、倉本選手がね、区間賞を取りました。すごいね、結局、青山学院大学が区間賞を取ったのが5校かな ?5 区間か。区間賞を取ったということになります。すごいなぁ。はい。ですね。で、駒澤大学はね、9区、花尾選手が走りました。個人的に花尾選手、僕は結構ファンでずっと追っかけていて、駒澤大学も、まあ、花尾選手がね、昨年1年間本当大活躍しましたが、今シーズン、出雲も外れて、全日本も外れて、いや、どうなの大丈夫なのかなっていう感じだったんですけども、まあ、監督が言うように、花尾選手は、まあ、箱根に必要な選手だと、まあ、彼がいないと優勝は見えないということを言っていて、相当信頼をしていたみたいです。で、9区にね、まあ、戻ってきて、まあ、区間5番、本来多分本調子じゃないと思うんですよ。ね、まあ、出雲全日本走っていた中で急ピッチで仕上げて、まあ、その中でもね、最長区間の9区を走って区間5番にね、止まったのはね、まあ、ジーキーガード選手かなと思ってます。まあ、実業団に行ってもね、活躍することで、ね、まあ、見ていきたいなというふうに思います。はい。そして最後ね、10区見ていきたいなと思います。まあ、10区ですね、東洋大学の岸本選手が区間賞を取りました。で、宇田川選手が区間2番ということですね。まあ、駒澤大学には選手。で、こう見ると、もう、この時点で、正直言うと6区が終わった時点ぐらいで、青山学院大学の優勝が、まあ、ほぼ決まってるっていうような感じがあったわけですよ。で、駒澤大学も、まあ、前を追っかけるし、総合優勝は狙ってるとはいえ、やっぱ4分差開ってくると、何か大きなトラブルがないと、ちょっと難しいというマインドにやっぱなってくるわけですよね。で、藤田監督が一生懸命諦めるんだと、1秒でもいいから詰めていこうとはいえ、やっぱ先頭で走ってる時と、先頭が見える時と、全く追っかけられない状況だと、自分の体の動きってちょっと変わってくれますよね。そうなると、諦めるってわけではないんですけれども、本来の動きができずに、結構失速してしまうというパターンがあるんですが、それでも、駒澤大学、復路のメンバーの区間を見てほしいんですけども、超安定してるんですよ。これ本当にすごい。まあ、6区の、
木山選手、6区の木山選手が区間12番でちょっとね沈み込みましたけども、まあ特殊区間ということもあって、ここはちょっと外すとしても、まあ7区から見ていくと、7区の駒澤大学安原選手が区間4番でしょ。で8区走った赤星選手も区間4番で走っています。で9区か、9区を走った駒澤大学の、9区の駒澤大学花野選手は区間5番で、最後10区を走った駒澤大学の丹羽選手も区間4番。この安定感は本当にすごいと思います。まあこれが最初言った駒澤大学の強さ、どんな時どんな状況でもみんながしっかり自力を発揮できる。まあ後半アベレージ言うとみんな区間4番5番にこう入ってくるわけですよ。だけどそれ以上に天学園大学が強すぎたということもあるんですけども、やっぱ前を追っかけられない総合優勝がこう見えなくなってきた時にって、やっぱ一気にこうやる気がなくなるってちょっとあれですけども、やる気はあるんだけども体がそれにうまくついてこないってパターンがあるんですが、それでも区間4番5番ぐらいでこう整えていってるっていうのが、やっぱ駒澤大学の強さ、まあ来年にも生かすね、まあ走りがねできたんじゃないかなというふうに思います。ちょっとね長くなりましたけども、以上ね、あ、最後ちょっと区間賞見ていきましょうかね。1区から最後順番見ていきましょう。まあオロはね昨日言った通りですね、まあ篠原選手が行く区間賞、黒田選手、太田選手、佐藤選手、2区、3区、4区の連続区間賞、これがもう勢いね、まあつけたかなと思ってます。で5区山本選手が区間新記録で、青枠の若林選手も区間新記録を出していますから、素晴らしいですね。で6区が武田選手で、ね、法政大学で、7区中央大学の吉井選手で、8、9に連続で青学が区間賞、塩出選手、倉本選手、こういったつなぎ区間でも、まあ、しっかり取れるのがね、まあ、そうですかね。で最後ね東洋学岸本選手ということになります。で最後ね総合順位ね改めて、ね、見ていきたいなと思います。こういった順位になりました。はい、見事ですね。第100回箱根駅伝、まあ記念大会、もう一生残るね記念大会を天学院大学が優勝しました。やっぱもちろんね箱根駅伝で総合優勝するってこと嬉しいんですけども、こう第100回大会優勝したっていうのは、まあ出場した選手もなんか気持ちがいいというか、永遠に語り継がれるし、自分がまあ大人になった時に結構ね言いやすい、箱根駅伝出ましたっていう感じですごいねってなるし、100回大会で優勝しましたっていうと、なんかああそうなんだみたいな感じなので、99とか101よりもこう100回大会で優勝したっていうのは、まあ相当ね価値あるねことなのかなというふうに思います。天学院大学のメンバーはね、まあ一生のね宝をね、まあ、手にしたというふうに思います。原監督も喜んでましたね。もうウキウキじゃないでしたね。もう監督者からの声の掛け声が出雲全日本の時とは全然違う。もうウキウキがすごい、いけいぞいぞいぞって感じでね、まあ盛り上がってました。それがね、まあ選手にとってもウキウキ気分で、まあ、持っていくんじゃないかなと思います。ああ、箱根駅伝終わってしまいました。早くですね、来年101回箱根駅伝ね、待ち遠しいなというふうに思います。